こんにちは、すずめです。今日は、メガロドンをざっくりと行きます。このメガロドン、約2300万年前から、360万年前に生息していたそうで、史上最大級の捕食者魚類とされているそうです。現在、最強のサメと言われているホホジロザメでさえ、メガロドンに比べると、グッピーのようなもんだという専門家もいるそうです。しかしこのメガロドン、詳しいことは分かってないそうなんですね。ウィキには、サメは軟骨魚類で、化石として残るのが通常は歯しか残らないそうで、歯の化石のみで正確な生前の姿を復元することは困難であると記載されていて、現行の生態復元図はすべて想像によるもので、各学者や使用された算出方法によって意見が分かれているともされています。それでも、現在存在している近縁種のプロポーションを参考にした算出では、体長は最大で18メートルであるとされていて、獲物は小型のクジラ、アザラシ、ウミガメなどを狙っていたと考えられています。この画像は、メガロドンがクジラを襲っている想像図の画像なんですけど、この小さい方がクジラですって。で、こちらが歯の化石です。一本が大人の手のひらくらいの大きさみたいで、右の小さい歯がホホジロザメの歯みたいです。で、こちらが近縁種を参考にした、3メートル、8メートル、16メートルの比較画像になります。ヒレだけでも人の身長より大きいんですね。こんなのと海で出くわしたら確実に終わりですよね。それでは皆様、最後までご視聴、ありがとうございました。